はい、どうもこんにちは。あ、もしかして郵便ですか。郵便物はこちら出してくださいね。さすが大臣。どうされました皆さん。ずっと私のこと見てる。あ、もしかして休憩中ですか。ね、あ、そうですか。じゃあ私もちょっと一休みするところなので、よかったらみんなでお話ししていきましょうか。ね、あ、お集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは、こんにちは。さて、今僕たちが立っているこの場所、どこだか分かりますか？ヒントは、ここから始まる場所です。ホークスミート。素晴らしい、ホークスミート。そして、頭の上をご覧ください。ぐるっと辺りを見渡すと、フクロウたちが見えますでしょうか？見えました？あのフクロウたちが世界中に郵便物をお届けするのを今か今かと待っています。僕もあのフクロウたちのようなものでして、あ、でもフクロウたちのように飛んで運ぶわけではありません。このようにせっせと押して運んでいるというわけです。そしてここはクローンです。僕はポストマン、郵便配達をしています。ね、いや、今日ね、たくさん荷物を運んでるんですよ。そうですね、中身は大切なプレゼント、サプライズの何か高価なものがあるなんて聞いたことがありますよ。どうしました？動いてる。あー、なんか音鳴ってる。おかしいですね。荷物に魔法がかかってないはずなんですよ。もしかしてどなたか魔法をかけたりしました？かけてない。じゃあちょっと正体を突き止めましょうか。では皆さん一緒にワン・ツー・スリー数えてください。いきますよ。ワン・ツー・さあ、ちょっと待って、もしマネ妖怪ロザートだったらどうしよう。まあでも大切なお届け物ですからね、正体を突き止めてやりましょう。ではワン・ツー・スリーお願いします。いきますよ。ワン・ツー・スリー、はっ。なんで全然大丈夫でした。ほら、はい、そうだ、皆さん、この生き物が何だか知ってる方いらっしゃいますか？ニフラ。そう、ニフラ。普段は地面の下の長いスカートの中にいて、ここにたくさん宝の名や宝石を隠しています。どのようにして持って帰るかはまたいつかお話ししますね。それにしても誰がニフラを国民に送ろうとしているんでしょうね。あまりいいアイデアと思えないんですが、さてはやっぱりだ、グラドラグス魔法発射で何もせに自分で入り込んだってことですよ。かわいい船たち見てて、かわいいですよね。ではね、ペットには向いていません。家の中をぐちゃぐちゃにしてしまいますよ、こんな風にね。でもね、しょうがないんですよ。ニフラーは宝石や宝物を見ると反応せずにはいられない性格なんです。ですから、指輪や時計、ブレスレットなど宝石類をお持ちの方は要注意ですよ。例えば、さおを、こんな金貨も大好きだって。これか。まあ、じゃあ、どこにでないよ、ニフラーも。で、これもともと君のものじゃないんだから。そうだ、ニフラーのお腹の中には袋があって、その中にたくさん宝石や宝物をしまい込んでいるんですけど、知ってました？知ってた、知らなかった。よし、じゃあ知らなかった人は覚えて帰ってあげてください。知ってた人はすごい。もしかしてまた、ほら、やっぱりだ。見えました？ニフラー、これ何？誰かみたいな。あとでちょっと待って。
狙われてますよ、誰かはネックレスとかね。そうだ、こんなに小さい火花を見られるの珍しいんで、写真を撮ったらいいかと思ったんですけど、皆さん持ってますね。ね、ちょっとカメラがいい。じゃあ、どうぞ撮ってください。もしかしてミフラー撮りたいですか？どうぞ。念のためこちらでもポーズを撮っておきます。ホストマンです。さあ、じゃあせっかくなのでたくさん撮りたい方いらっしゃるみたいですから、順番にお撮りしていきましょうか。ね、ではミフラーと一緒に写真を撮ってみたい方。あ、一番先に時間がありました。ではそこのグリフィンドールですね、あなた。学生さんどうぞ。間違え。そうそうそう。こちらこちら。せっかくですからミフラーのことを撫でてあげましょう。ミフラーを撫でるコツは手の甲を使って優しく撫でることです。どうですか、触り心地は。ね、では写真撮りましょう。写真は。
りに長くて、私の方で持っておいていただいていいですか。すいません。ちょっとお腹こんなに入ってるこれ。え、リフラねえ、本当すみませんが、これこれこれもう、え、ちょっとなんかあれ、本当にすみませんが、もうリフラ寝つき悪くなかったよ。腹なってしまったの。じゃないと、こんなに持ってかれるところでした。リフラ、そろそろ僕は君を巣穴に戻して配達に戻らない。配達、ちょっと、あっと、皆さん、あの長いことお話しすぎて次の配達の時間が来てしまったようです。僕はちょっとリフラを巣穴に戻して、荷物を元に戻して配達に戻りますので、どうぞ失礼しますね。よいしょ、ちょっと皆さん失礼します。では皆さん、またお会いしましょうね。郵便物がありましたら、ぜひ袋にお呼びください。では終わりました。皆さん、またお会いしましょうね。サリフラ、お仕事に戻らないと。ポストはこちらです。ベビードラゴン連れて歩いてるのか不思議に思ってんだよな。あ、でもこいつはベビードラゴンじゃないって言ったらびっくりする。まあ俺もびっくりするけどさ。あ、でも本当にこいつはベビードラゴンじゃないんだ。こいつは猫だ。そう、猫なんだ。あの世にも珍しい猫でな、毛が全く生えてないってまあ翼は生えてるけどさ煙も吐くけどさん君たちのこと信用してもいいか。信用して正解だと思うよ。俺にはある秘密があるんだ。こいつは猫じゃない、こいつはベビードラゴンなんだ。サプライズ。ああ、そうだ、分かった分かった、お前はドラゴンだ、猫じゃないよ。悪かったよ、死ねるなよ、そんな、説明させてくれないか。俺はトレーダー、こいつを誰にもバレないようにこのホグズミートから運び出してやりたいんだ。知ってると思うが、ベビードラゴンを連れて歩くのは法律違反だ。あ、そう、まあ、いけるだろ。あともう一人だな。おお、ちょっと待ってくれ。君、あ、君ちょっと前で、君名前なんて。あ、いいな、君信頼できそうだ。ちょっと前に来てくれ。じゃあ3人とも今度前に並んで。
あ、俺はトレーナーだ、まあ、みんな知ってると思うが、俺のことを助けてくれる君たちに正式に、正式じゃないトレーナーアシスタントとして任命する。あ、今から魔法省の闇払いがいないか確認したいんだ。それには君たちの力を借りて俺の特別能力を発動させる。うん、感知回避。何ボート見てんだよ。一緒にやるんだ。一緒に真似をして言ってくれ。いくぞ、せーの、はい、ダンチ、はい。全然聞こえないじゃないか。いくぞ、せーの、ダンチ、はい。もう一回、せーの、ダンチ、はい。ちょっと大きすぎるんだよ。あんま目立ちたくないんだ。あ、じゃあ、アシスタント諸君、俺に背中を向けて向こうを向いてくれ。あ、うん、じゃあまずは右を向くんだ。体ごと右を向いて魔法省の奴らがいないか確認してくれ。いないか。じゃあそのまま左をどんどん向いていこう。左を向いてどんどん左を向くんだ。そうだそうだ、体ごと左を向いて、もっと左だ、もっと左を向いて、そう、もっと左、もっと、なんでこっち見てるんだ、あっちだ、あっち目立っちゃうだろ。あ、じゃあ今度は上だ、上、空も注意深く見てくれ。闇払いはどこからでもやってくるからな。大丈夫か、マサノリ、大丈夫か、大丈夫、怪しいやついないか、いないか、いない。よかった。俺はトレーダー、この魔法界で風変わりなものを取引してるんだ。もちろんいつもは取引できる魔法道具を山ほど持ち歩いてるんだ。だが今日はこいつだけだ。美しいだろ。こいつはウクライナアイアンベリッシュ、休眠卵かと思っていたんだが、このヒナだけが帰ったばかりだ。先日俺が取引したたくさんのものを入れたトランクに卵が隠されていたんだ。全部で信じられない値段だったんだぞ。そういや、あの魔法使いはっきり言って厄介払いして喜んでたような。俺もそれで気がつくべきだったが、でもこいつはすげえんだ。わあ、すまんすまんすまん、こいつはすげえんだ。俺の魔法生物飼育学の記憶が正しければ、大人になれば体重6トンにもなるんだ。あのグリンゴッツ銀行の金庫だって巨大なドラゴンが守ってるって噂だ。まあこいつはまだちっちゃいから何も守れるんだけどな。な、そうだよな。よしよしよし。こいつをルーマニアにあるドラゴン保護区に移して配は済んでる。それまで法律違反のこいつを運んでるのを見られちゃまずいんだ。誰がママかちゃんと分かってる。こいつはこうやって撫でられるのが大好きなんだ。もうかわいいなお前。ちょっと待って、こいつ火を吐こうとしてる。みんなしゃがんで、しゃがんで、しゃがんで、こいつ火吐くぞ、気をつけろ。それだけ。全然盛り上がんなかった。ああ、そんな風に盛り上がって欲しかったわけじゃないぞ。彼がまだ赤ちゃんだったからよかった。アイアンベリーシュは最高1960度の方の吐くこともあるんだぞ。まあベビちゃんにはまだファイヤーは早かったみたいですね。なんでみんなしゃがんでるんだ、早く立ってくる、目立っちゃうだろ。俺を隠してくれ。おお、おお、落ち着け落ち着け、急に立つからびっくりしちゃっただろこの子が。ああよしよし、大丈夫大丈夫。あ、誰かドラゴン撫でてみたいやついるか。あ、大丈夫大丈夫、今興奮してるだけだ。きっと大丈夫だ。あ、トレーダーアシスタント3人、君たちの中から特別に選んでやろう。誰か撫でてみたいやついるか。3人ともか。じゃあ君から振ろうか。いいか、じゃあ前へ来てくれ。ドラゴンの撫で方知ってるか。あ、そうだな、でも手の向きが違う、教えてあげよう。まずは手を出して、で親指を曲げるんだ。そして頭をこうやって優しく撫でてやる。優しくだぞ。よし、じゃあ撫でみてくれ。うまいじゃないか、いいぞ、その調子だ、どんどん撫でて。もちろんドラゴンはどんな大きさだって撫でるのは危険だ。
でもこいつは大丈夫、安全は十分保障するよ。まあそこで安全じゃなかったな。ドラゴンはドラゴンじゃ、お前も噛みつきなかったわけじゃないよな。でさっきから気になってたんだが、それはなんだ、カメラか、カメラか、撮られるのはまずいんだ、目立っちゃまずいだろ。確かに確かに、写真撮りたいのか、なんで撮りたいです、撮りたいのか、撮りたいのか、まあ手伝ってくれたから1枚だけならいいだろう。特別だ、いいか、誰にも見せるんじゃないぞ。よし、じゃあ写真を撮ろう。どうやって撮る、今のままで確認です。俺とこいつだけ撮るのか、そうか、よし、行きます。この時には行かねえからな。ああ、いや、これ以上目立つのはまずいんだが、彼がどうしても写真撮りたいみたいだ。いや、俺は良くないと思う、俺は良くないと思うんだが、彼がどうしてもって言うから、仕方ない、写真を順番に撮っていこうじゃないか。あ、でも、あんまり目立ちたくないから、トレーダーアシスタント諸君、君たちにもうちょっとだけ頼みたいことがあるんだ。なんでそんなに離れてるんだ。戻ってきてくれ。君たちの定位置はこの前だ。いいか、いいか、君たちはこれまで俺を手伝ってくれたんだ。まあこれ以上手伝ってくれるわけにもいかないかもしれない。だが最後まで残ってくれたらトレーダーはすごく嬉しい。いいか、だが無理にとは、もう分かるよな。分かるよな。よし、じゃあ俺がこいつの写真撮影を手伝ってる間に闇払いがうろついてないか確認しててほしいんだ。見張っててくれ。いいか、じゃあ君はちょっとこっち、よし、そこだ、君はちょっとだけ後ろに下がろうか、よし、そこだ、君はそこだ、よし、しっかり見張っててくれよ。いいか、怪しい奴がいたらこうやってこうやって知らせるんだ。いいか、こうやって手を振って知らせる。分かったな。よし、しっかり見張っててくれよ。さて写真を撮ろうか。誰か順番に写真撮りたいやついないか。お、早速です。お、3人、特別だぞ。じゃあ3人ゆっくりと来てくれ。僕には言っても大丈夫だ。魔法省には言うな、絶対。いや、よしよし、なんでそんなに離れてるんだ。みんなちょっともうちょっと寄ってくれ、寄ってくれ、目立っちゃうだろう。もうちょっと寄るんだ。よし、彼はいっぱい撫でてもらって満足だ。そして写真も撮ってくれたからな。十分満足したみたいだ。みんなよくやってくれた。腹減ってるみたいな。こいつは30分に1回バケツ1杯のブランデーと鶏の血を混ぜたものを飲むんだ。あとバタービール。よし、いかがってはルーマニアのドラゴン王国が呼んでるんだ。あとバタービールも呼んでいる。お、だが安全に移動するためにみんな協力してくれないか。さっきやった俺の特殊能力覚えてるか。トレードアシスタント覚えてるか。探知回避だそうだ。いいか、探知回避という技を使う。みんなの協力が必要だ。みんな一緒にやってくれ。行くぞ。いいか、一緒にやるんだぞ。行くぞ、探知回避、みんな一緒にやるんだ。行くぞ、探知回避、声も出して行くぞ、探知回避、大勢でやるんじゃない、目立っちゃうだろ。よし、じゃあみんな体ごと後ろを向いて、後ろを向くんだ。俺に背を向けてくれ。そうだ、じゃあまずは右を向いて、ライト。よし、じゃあ左だ、レフト。右、左、右、左、右、右、おい、右だ、おい、聞いてるか、ちゃんと聞いてるか確認したんだぞ。よし、じゃあ今度は上だ、上もしっかり見てくれ。どうだ、いないか。よし、じゃあ今度は下だ、もっと下だ、もっと下、もっと下、しゃがんでもっと下、もっと下、下、どうだ、闇払いいないか、闇払いいないか、大丈夫か。よーし、みんな今日は協力してくれてありがとう。そして
最後まで残ってくれたトレーダーアシスタント一人いなくなったな。まあでも君たちが最後まで協力してくれた、無事に村から出てくれたらいいが、よしこのトレーダーアシスタントにみんな拍手を。大きな音を出すんじゃない、目立つだろ。ソフトにソフトに、よし協力してくれてありがとうなみんな。俺がゴーって言ったらあっちを指さして、いいか、はいゴー、あっち、今日は協力してくれてありがとうな。実際にギュッと抱きしめてあげてね。はい、ありがとう。